東京オリンピック・パラリンピックに備え、自転車のロードレースのゴールとなる富士スピードウェイで、テロを想定した訓練が行われました。訓練は国際スポーツイベントの会場で爆破テロが発生し、多くの死傷者が出ているという想定で行われました。国や消防庁、自衛隊など46機関のおよそ670人が参加し、安全を確保しつつ優先順位を確認しながらけが人を救助しました。実際多くの観客の方がある中での事案ということになりますとですね、怪我されていない方も含めて、やっぱりその場所からの避難というのはですね、非常に重要な課題になろうかと思います。東京オリンピックでは富士スピードウェイにおよそ2万2000人が集まる見込みで、県は関係機関との連携を続けていくとしています。